イクラスタイル系のみです。今日はですねバーバリーの、アウター中心に見ていきたいと思います。こちらですね大人気の定番薄手の、ダウンになりまして、バーバリーのロゴが前についてまして、この袖がですね長い場合折り返していただくとバーバリーチェックが出てくる素敵な作りになっております。お値段890ポンドが625ポンドとなっておりました。こちらもですね同じタイプなんですけれども、ピンクホワイトのお色になっております。よくですね海外の商品袖が長いっていう悩みがあるんですけれども、バーバリーの場合ですね袖が折り返した方がむしろ可愛いんじゃないかっていう作りなので、とってもおすすめになっております。続きましてこちらのですねシングルコートになります。とてもすっきりしたデザインになっておりまして、1490ポンドが1045ポンドとなっておりました。続きましてこちら薄手のですねアウターになりまして、袖の部分にバーバリーのロゴがついておりまして、とフードの内側がですねバーバリーチェックになっております。と890ポンドが625ポンドとなっておりました。と続きましてフード付きのこちらも薄手のですねダウンになるんですけれども、バーバリーのロゴがボタンにもついておりまして、フードはですね取り外し可能となっております。でフードの内側がですねバーバリーチェックとなっておりまして、なんとですね最終価格263ポンドで販売されておりました。続きまして、バーバリー柄のそうですねこちら、ポンチョタイプのコートといいますか、そうですねなんて言ったらいいんだろうとってもですね肩にかけてふわっとしていただけるようなアウターになっておりました。続きましてこちらもシングルのコートなんですけれども、全体にバーバリーチェックが使われております。1590ポンドが1115ポンドとなっておりました。先ほどのですね、グレーの、ポンチョの色違いになります。こんな感じでですね、うっすらバーバリーチェックが外側からも見える感じで455ポンドとなっておりました。続きましてダブルのコートになります。この首の襟元のですね、この金具がとってもちょっと素敵な作りになってまして、かなりスタイリッシュに着ていただけるかなと。こちらですねこの部分ですね個人的にはすごい気に入っているんですけれども、1690ポンドが1165ポンドとなっております。と一番最初に出てきたですねこの薄手のダウンの、長い丈の長いバージョンになります。お尻もですねすっぽり隠したい、膝上ぐらいまで長さ欲しいという方はですねぜひこちらチェックしてみてください。990ポンドが695ポンドとなっておりました。こちらはブラックのお色ですね。この定番商品冬ぐらい冬手前がですね一番争奪戦になるので、ちょっとまだですね日本すごい暑くてちょっとダウンとか考えられないよってなってる方多いと思うんですけれども、狙うなら今なので、今ならサイズもですね全部揃っているので、ぜひぜひ早めにチェックをしていただけると嬉しいなと思います。とこちらもですね薄手のダウンコートになっておりまして、1090ポンドが765ポンドとなっております。とこちらもですね薄手なんですけれども、トレンチコートですかね。フードの内側がバーバリーチェックになってまして、こちらの厚さですともう秋口から春先までですね、お使いいただけるようなコートになっております。続きましてこちらシャツワンピースですね。このボタンを隠すところに、バーバリーチェックさりげなく入っておりまして、ワンピースとしてもお使いいただけますし、羽織ってもいいかなと思います。305ポンドとなっておりました。こちらすごい可愛いんですけれども、バーバリーチェックのシャツワンピースですねになっておりまして、
ごいですね、この袖をまくっても着ることができて、なんと最終価格220ポンドとなっておりました。と続きましてこちらですね、バーバリー の昔からのロゴが入っているタイプの T シャツになっているんですけれども、すいません、録音の時点でこちら完売になっておりました。お値段210ポンドとなっております。再入荷の際にはですね、ご連絡させていただきます。続きまして、全体にこのバーバリーとロゴが入っている T シャツになります。シンプルなですね、ホワイトになりまして、住所ですね、こちらバーバリーの本社の住所が入ってたりする T シャツになります。すいません、価格忘れました。バイマの方でチェックしていただくか、ご連絡ください。続きましてですね、バーバリーのロゴが前に胸のところにプリントされている一番ですねシンプルなタイプの T シャツ220ポンドとなっております。お色各種ですね揃っておりましたので、ぜひ気になる方早めにチェックしてみてください。続きまして、こちら脇の部分がですねバーバリーチェックになっている T シャツ245ポンドとなっております。あとですね、こちらはバーバリーロンドンイングランドとバーンとロゴがプリントされている T シャツになります。と今年結構ロゴ T シャツたくさん出ているので、バーバリー気になる方はチェックしてみてください。お色もですねピンク、ベージュ、ブラック、各種揃っております。245ポンドとなっておりました。早くもですね、フーディー、あとスウェットもう出てきているので、年間通してですねお安い時期に狙っていただければなと思います。先ほどですねホワイトの T シャツと同じスタイル395ポンドとなっております。こちら全体的にですねクラシックなバーバリーロゴですね、プリン全体でこう刺繍されているタイプのフーディーになっておりまして、420ポンドとなっておりました。こちらの最終価格どれなのか気になります。すいません、チェックしてみてください。この動画が面白かったなとか、また他のブランドも見てみたいなと言っていただけた方は、ぜひねチャンネル登録と通知ボタンも押していただけますと、アップされた時にすぐにご覧いただくことができますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。いいねボタンも押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。